あのまあ「タイタンの」のタイタン仲間の松尾跡前八女さんの実家にこの間行かせていただいてね,ね、えー、松尾さん長野で農業をやりながら、えー、芸人やってるっていう人なんですけど。うん まあ名前もややこしいですし発出所っていうかこち亀の方が先に終わるというかそのもう変なことになってますよね松尾さんが最後の発出所というか,そうなんか松尾さんの方が残っちゃったみたいなことにもなってますけどよく考えたらねまあその松尾さんの実家長野県なんですけどもう本当にまにりんご農園をやられてるって松尾農園っていうお父さんとかからねずっとやっててそこで松尾さんも普段やってるんですけどすごい確かにのどかですしまあ我々も。 うん、田舎出身ですけど、ええ、やっぱ長野県って広大だし、うん、やっぱその感覚としてちょっと違うというか、うん、何度も言ってますけどやっぱ田舎的の概念って、うん、その結局もうどこにも,もすぐ行けないっていうことじゃないですか、うん、例えば千葉の方で田舎だって言っても東京にすぐ来れるじゃんってちょっと僕らとしては思うけどうん、うん、まあ僕ら津山市ってあの周りに何でもないけど津山市は一応何でもあるじゃないですかまあ。うんうん そこちょっと離れたんですけどそうでなくも松尾さんの地元なんて本当にこうね一面もずっと農園がいろんなところにあってみたいなり、うんご、まあ、とか梨とかいっぱい作っててみたいな、うん、本当にのどかでどこで遊ぶんだろうっていうぐらいの、ね、いや本当にそう考えたら松尾さんがこう月に何回か。うん 新宿にライブに来たりとか、うん、六本木にオーディションに行ったり銀座に対談ライブに来たりってちょっと信じられないんだよあんなとこにいる人が銀座とかに、うん、来てんのかと思うとそれは松尾さんみたいになんか「うわ!」みたいになるなっていうかそでなるんだろういうふうにしゃべったりするようになるなっていうぐらいのどかなんです本当にね、うん、ギャップがすごいでしょ多分、うん、急にあの,のどかなとこから銀座に来た時にそしたら松尾さんみたいなことわけわかんなことになってくるというか。うん なるんでしょうけど中しゃべってますからねマジで本当にまあでもねのどかんとこでありがたかったんですけど癒やされてねりんごも頂い,いてね、うんうん、美味しかったんですけど美味しかったなりんごも梨も本当においしくて良かったんですけど、うん、松尾さんのすごいのって実家にいる時もお父さんお母さんを笑わそうとするでしょ、うん、<laughs> なんかもうお母さんに対しても「おほら俺を産んでくれた人産んでくれた人が何か言ってますよ」みたいなことをずっと言ったりとか。 お父さんがちょっとなんか話僕らの話で入ってきて「要するにその」って入ってきたら「おお要するにおじさん」とか「要するでって回言っただけなのに「<laughs> 要するにおじさんの登場ですか?」みたいなことをあのカットインもすごかったけどまあ確かに僕らの話で急に「要するにその,の」みたいなお父さん急に来たけど <laughs> しかもなんか <laughs> あのー、舞台この客席の方正面切って話してるからそのなんな客席なんかないけど横並びでなんかねこっち向いてたんすよ立ち位置気にしてる感じ急に来るから松尾さんもそれが面白くて「うん、なんだカットインしてきたな要するにおじさんじゃん」みたいなことをただ自分の両親の前であんなできない ずっと笑いを取るしすごいんですけど松尾さんってそのもう滑舌もすげえ悪いし。うん すすげげし、うん、そのの独自の言葉はすげー使うでしょ、うん、いね、もう余計ぐちゃぐちゃで分かんない「きな臭い」とか、あのー、なんかいろいろそういうもうね,実力,派ね実力派がどうたらとか冗談の入れ食いとか <laughs>、あのー、なんかもうわけ滑舌悪く聞いたことない言葉を言うからわけがん「頑固あさり」っていうなんかもうわけわかんない<ー>頑固あさりに関してはもう意味が全然わかんないんですけど、うん、そういうのいろいろ言うじゃないですかこっち東京に来たらすげえそれをバーって言うでしょその、うん、実力派だらなんだらきな臭いだらなんかいろいろどなり散らかすとかいろんなのを言うんですけど。うん あのー、びっくりしたのはそれでね松尾さんの実家でこう話して、うん、ただ普通に「ほらウエストランド来てくれたから、うんね、俺産んでくれた人もこう喜んでなんか、ね、出して」とか言ってあ「わざわざありがとうございます、ね」ってお母さんも「うん、ありがとうございますね東京からなとこまで、うん、っいえいえ」すごいありがたいですね実力派なんでしょう」みたいな普通に使ってたのよ <laughs> お母さんもお母さん,お母さんも実力派使ってたの。<laughs> 松尾さんのんだ,ろうなだから松尾さんあんだけどんどん親の前でも多分きな臭いとか実力あるから散々言ってるからお母さんとか普通に使うん実力派実力派なんでしょ実力はあってそそもそも まあ、さんよくね実力派のリンゴとか実力派のネタとかねいろ、うんうん、んなことを言いますからセンス系とかねセンス系といろんなのを言うのを親も映ってやってましたから、ね、言ってましたからねいやでも本当に癒されましたしまたゆっくり来た人は、ね、日帰りだったんで泊まりたかったなそうですねっゆっくりしたかったっすね何もなければゆっくりまた行ってきてね、えー、まあ俺は何もなかったんだけどな次の日。 そうかお前は何もな、ね、いこっちやってたけどね、うん、<laughs> まあでも帰らなきゃいけなかったですから、ね、一応バスですしねなんでま,あまた行く機会あったらまあゆっくりしたいですしねうん本当にいいとこだった一日いたらねより魅力もわかるでしょうから、うん、またねその辺も含めてね <laughs> まあ松尾さんがあそこでこう生まれ育ったんだなって思うと余計味わい深いですよね、うん、結局その松尾さんの地元である企業の イベントで我々僕らと松尾さんがやらせてもらったんですけどいざ行ってみたら松尾さんの知り合いやっぱいっぱいいましたもんねいっぱいいたすもん親戚が一角を占めてましたしね、えー、親戚だって言ってましたしね、えー、であと草焼きチちームで一緒だったりとか地元の中学の後輩とかやっぱね、えー、いっぱいいましたねそ,そういう感じでした楽しかったですからリンゴも本んに美味しかったですし、ねえー、またちょっと行く機会があればね 松尾さんもうちょいしたらりんごの収穫の本格的に始まって肩が上がんなくなるしばらくちょっと芸人活動を休止するっていうりんごの中でも日本シリーズって言ってますから本当に一番のところがでも確かに言ったら本当に広大ですかあんまに袋一つずつつけるとか途方もない作業だよなこれをやってんだと思うとなんかいつもふざけてる松尾さんしか見てないからでもたまにちょっと農家の顔出すいやあのこの間もだからそのね松尾さんの実家に話してる時も 僕らとあとフェスマネージャーもいましたみんなでワイワイ話しててハッハみたいになった時に松尾さんが「ああと10分で俺ちょっと出荷行ってきます」みたいな感じで急に仕事に行く松尾さんの農業での松尾さんの感じね本当にやってんのかいやそりゃそうでしょうからねちょっとまたね松尾さん含め長野県の話も行きましょう行きましょう行ったらまた話したいと思いますねいいとこでして本当とにいいとこいいとこ本当に平日毎日愚痴を更新しています ウエストランド井口の口出し